ちょっと。こんにちは。私一人です、今。ちょっと楽屋はガヤガヤしてるので、別室に移動してまいりました。こんにちは。なんかね、スタンドみたいなのがなくて、ちょっと手で持ってしてます。わー、ちょっと待ってね。なんか置けないかな。これショールーム始まる前にさ、吉川さんが持ってきた。これ持ってってって言われて置いてったんですけど、届けてくれました。これをさ、ちょうどスタンドになりそうで、あー、ダメかな、こうなっちゃうんだ。これこうやって話そうか。それも変ですね。あー、ゆういちさん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっとテロップつけとこう。なんかいろんな声がガラガラなんですよね。ねえ、さっきさ、さっきにありがとう。さっきもうハウステンボスのカウントダウンのステージを一つお昼の部をしたんですけど、さっき間違えて、あの頭の煽りで私2020年って言っちゃったんですよ。それでみんな笑ってて、何が面白いのって思ったらめっちゃ間違えてました。2022年、でも2020年って言った記憶もなくて間違えちゃいました。セナッチさん、やってくださいね。携帯をつけたらまた重さで。あ、来た。できました。よかった。わたるさん、ありがとうございます。タワー、ありがとうございます。ありがとう。この子はスタンドにせずに済みました。いろんな、別にこの子可愛がってるわけじゃないんですけど、吉川さんがいつも大事な時にこの子持ってきてくれるらしい。コンサートとか撮影とか今日みたいな日に、で吉川さんがカバンからこれを出していつもヒロのところに届けに来るんですけど、みんなから悲鳴が聞こえてきて、私は悲しいです。名前はありません。なんかヒロナがすごい可愛がってるみたいなんですけど、吉川さんが可愛がってるっていう。でさ、まだこれぬいぐるみとかだったら可愛いんですけど、めっちゃ木なんです。痩せた、痩せてない、ちょっと太りました。今日自分で久しぶりにメイクしてめっちゃ太ったと思って、今はちょっと顔がむくんでるんですけど、シンプルに寒いところに行くとめっちゃ顔がむくんじゃう。そうだ、さっきのステージ来てくださった人、来てくださった方いますか。お昼のステージ、お昼はそんなに寒くなかったかも。動いてたらね、
太陽の光があったから。愛知の配信で見た、愛知の配信結構良かったですよね。ナイスアイディア。汗かきまくってしまったこっちが汗かくなら分かるけど、見てる方が汗かくのはなんで？シンプルにすごいですね、それ。動いてました。あ、ヒーローなあと姫推しさん、ありがとうございます。ありがとう。姫推しってなってる。姫って誰ですか？お昼のステージは若手っていうか、もう若手でも私はないんですけど、若手でやったんですけど そうそう。あ、ゆうほさんありがとうございました。はライブも来てくれたのにありがとうございます。なんかひろの目腫れてるな。さっき金虎並んでた。いいな、ラーメン食べたいな。お昼楽しかったです、ありがとうございました。夜は23時からなんですけど、私たちは外に出られないので退屈です、とっても。髪型は変えません。結構暇なんです。そうそうそう。お蕎麦は食べてません、まだ。なんか年越しの時に食べたいなって思って我慢してる。そう、この控え室はめっちゃあったかいですなんか楽屋の方は広いですね、すごい場所が広いから。ちょっと寒い。7時間30分ぐらい待機ではないんですけど、その前にいろいろお仕事あるんですけど、だから想像よりあんまり待機時間はないんです。そううん本当はミーピーのところにね、また行きたかったんですけどね。昼の瀬戸利は、昼の瀬戸利どんなでしたっけ？やったことすぐ忘れちゃうからもう忘れちゃった。なんか1曲目の作食べでひろなが2020年って叫んだことしか覚えてない今日はっていうか、この配信は本当はしない予定だったけど、ちょっと空き時間ができたので、わがまま言ってやらせてもらったので、もうちょっとしたら終わろうと思うんですけど、あと10分とか5分とかで終わろうと思いますうんなのでちょっと急に始めちゃってごめんなさい。やるつもりがなかったから告知しませんでしたけど、お昼寝、今日はお昼寝しないかな。小田がUNO持ってきてたのでUNOします。今年からハマりました、ありがとうございます。
結構今年からハマりました。あんまりいないので嬉しいです。え、めっちゃ変な衣装の着方してたんですけど、誰も教えてくれなかったんですけど何これ、え、合ってる、あ、襟が中入ってたんだ、ずっと、うわ、誰も教えてくれなかった、絶対誰か気づいてたじゃん、恥ずかしい、自分で鏡見なさいって、その通りです。でも私はいつも本当にギリギリに準備できちゃう人間なので、鏡見ないで出てきちゃいました。目がうるうるで可愛い、違うの、涙が止まらないの、私なんか目腫れてるし、今日コンディション激悪です。寒いと涙がこぼれちゃうからめっちゃ泣きながらしてました今日は。うん、そう、確かに衣装着て配信することないですね。これは、この衣装は何の衣装なんですけ、 SSA か、私が入ったぐらいに作ってもらった衣装、なんかちょっと HKT っぽいですよね。なんか最近はさ、可愛いお上品な感じの衣装が多いから、5年前とかの HKT っていう感じですね。ちょっとこれヒロナの H です。まあこれはもうほぼ確かに冬の野外用の衣装っていう感じ。そう、若いですね、若い感じの衣装鼻声っていうか、鼻声なんですけど、喉もなんか乾燥だと思うんですけど、声がちょっとそう変なんです、私ナッピのコンディションいい日、そうですね、私コンディションいい日は基本ない、あるんですけど、あんま毎日顔が変わります、毎日こう顔が変わります同じこと2回言っちゃった。そう、 目がなんか毎日違うんですよね、目の形が。そう、なんか何なんですかね、何が違うんだろう、カメレオンかよ、カメレオンかよ、だって今日は二重幅広め、そうかもしれないです、なんか腫れてると、あの、広めかもしれないです、だから、髪の毛ね、今日は外羽、ここはふわっとしてもらって、ちょっと髪切ったので、髪切ったら外羽したくなっちゃう。はい、スクショしないで、もうむくんでるのよ、スクショした人をブロックしてこ嘘です、嘘です。あ、イーヘローキットさん、エヘローキットさん、ちょっと読めない、いつも読めないんですけど、
ヒーローキットさん、タワーありがとうございます。でもあともう5分ぐらいで終わっちゃうので、みんなのんびり見てください。ありがとうございます。皆さん、今年はもう配信できないと思ってたんですけど、ちょっとでもできてよかったですね。クリスマスと大晦日に。すごい、ゆく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 って書いてる。懐かしい、これ去年もゆくゆくゆくタワーでしたよね。ゆくゆくタワー、ありがとうございます。年越し配信は今年はできないですね。ハウステンボスのステージでカウントダウンします。なので、あ、そっか、今年は配信ないんだ。配信ないからみんなとカウントダウンできないですけど、まあハウステンボスにいる方と、いる方は一緒に年越しましょう。はい。元旦ショールームできるかな。できないかもしれないです、元旦。でもお正月中にしますね。あ、お疲れ様です。あ、すいません。あ、ごめんなさい、もうすぐ終わります。話します。なんか黒木さんが。あ、本当ですか。すいませんね。じゃあそろそろ黒木さんが来ちゃったんで終わろうかな。もうマネージャーさんたちが忙しくて大変そうです。じゃあちょっとランキング読んで一回落ち着いて、落ち着いてっていうかランキング読んで終わりますね。じゃあ13位ムサさん、ありがとうございます。12位サムちゃんさん、ありがとうございます。11位黒猫さん、ありがとうございます。10位マサレオさん、ありがとうございます。9位あーヒロさん、ありがとうございます。8位タオルさん、ありがとうございます。7位テッキーさん、ありがとうございます。6位ワタルさん、ありがとうございます。5位ヒロナ、あと姫推しさん、ありがとうございます。レイヤーちゃんに推し変したんだ。じゃあありがとうございます。4位ユーホさん、来年もよろしく、ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、帰ってきた。なんか配信止めるボタンを押しちゃってた。3位エヘロキッドさん、2位ゆういちさん、ありがとうございます。あ、推し編してない、よかった、ありがとうございます。1位セナッチさん、ありがとうございます。すいません、急遽配信しちゃいました。あ、何のために配信したんだろう。ヒロナ、今年の話、今年の総括と来年の話をしたかったんですよ。あります。あ、うん、出ますね。じゃあ皆さん、ちょっとね、ちょっと一旦ちょっとね、あれなんで寝る？ちょっと吐けますね、ごめんなさいね。吐けますね、やばい。吐けますね、今すぐに。すいませんね。あ、小田ちゃん。誰でしょ？回りすぎ。ごめん。
はい。あ、私も、私も打ち合わせ。じゃあ、ちょっと終わりますね。私、打ち合わせだったらしいです。じゃあ、皆さん、良いお年を。さよなら。バイバイ。ありがとうございました。